では皆様お待たせいたしましたお時間となりましたのでパネルディスカッションを始めさせていただきます本日のテーマは水害から地域を守るそれぞれの役割と連携となっておりますでは登壇者の皆様をご紹介してまいります本日コーディネーターは東京大学大学院情報学館総合防災情報研究センター客員教授の松尾一郎先生にお願いいたします 松尾先生防災の専門家として大規模災害の現場に自ら足を運ばれる一方迫りくる災害に対していつ誰が何をするかをあらかじめ決めておくというタイムライン防災普及の第一人者として全国各地の自治体を飛び回っていらっしゃいます今日はよろしくお願いいたします続きましてパネリストの皆様をご紹介してまいります 今日は防災に携わる行政機関と報道機関から合わせて10名の方にご登壇をいただいておりますえ皆様から向かって左側の方から順番に紹介をさせていただきますまず福岡管区気象台気象防災情報調査官の小島直美さんですよろしくお願いいたします 九州地方整備局筑後川河川事務所長の吉田博史さんです福岡県防災危機管理専門官の安武智彦さんです,す久留米市副市長森臨さんです,す,す RKB 毎日放送 気象専門部長辰山康明さんです辰山ですよろしくお願いします KBC 九州朝日放送解説委員長薄井健一郎さんですよろしくお願いいたします TNC テレビ西日本報道部長川島太一郎さんです FBS 福岡放送アナウンサー若林舞子さんです,す TBQ 九州放送アナウンサー中島空さんです,す西日本新聞社社会部編集委員長谷川明さんです以上10名の皆様となっております それでは松尾先生、よろししくお願い,いたしますえ皆さん、こんにちは、えー、結構あれですね、どれぐらい皆さん、関心を持って入られるかなと思って、長崎から来ました、あの東京大学の客員教授、まあ、基本はあの関東にいますけど、田舎は長崎です、えー、最近ちょっとですね、まあ、実家に何回も帰って、行ったり来たりしてます。 時々、えー、長崎弁が出るかもしれませんあの少し皆さんといろんなことをです、ね、共有できればと思っています今日、時間は実はです、ね、100分ぐらいしかないんですよもうすでに10分をしてますからもしかしたら終わるのは4時かな超えるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと勘弁してくださいでおまけにねこれパネル討論でしょ皆さんからいろいろ話聞かないといけないんですよ。で これを100分でやる。おまけに今日パネリスト皆さんそれぞれ口の立つ方ばっかりこれ10人いらっしゃる、ね、あ本当はこれ100分だから10人で1人10分しか時間を割り当てられないそれはないよなぁとできれば、まあ、いろんな議論したいなぁとは思っています、えー、今日のです、ね、今日会場に参加されている方は多分この久留米市民の方もいらっしゃるでしょう。 あるいは福岡県下から来られた方もいらっしゃるでしょう、中には当然災害、被災された方々もいらっしゃると思います、それぞれ思いはある、であの冒頭ね、あのまあ調査官の話にあったように、雨の降り方が変わっているよ、この雨の降,降り方が変わっている中で、少なくとも命を守るためにどうすればいいんだろう、ね、いろんな対策というのは、ハート対策とソフト対策なんですよ。 今日はどちらかというとソフトの方を中心に、ね、いかに命を守るかと報道機関の方々がこれはテレビ、ラジオを通じて皆さんにどう伝えていくのかあるいは国の機関久留米市の方あるいは気象台さんがいかに皆さんの命を守るためにどうやって情報を発出しているかとそこの議論を中心にいきたいと思っていますで,できれば最後に質問時間を設けます。 まあ大体質問時間を設けていると言ってもあんまり質問は出てこないんですけどね、まあ、だけどお二人ぐらいをめどにですねあのお話を聞いて、あの我々と少しディスカッション、キャッチボールができればいいかなと、えー、いうことです、あのそういう進め方をしたいと思っています、それとですねすいません、今日の進め方の、あよろしいですか、まず第1部、えー、私から。 小島さんからですね、ずっと長谷川さんまであの、お一人ずつ紹介していただきます、自己紹介、自分は何だ、今どんなことやってる、できればね、お時間は4分は大事ですけど、まあ、できれば後半の議論を、ね、中心にこうやりたいので、短めにあの、言いたいこといろいろあるかもしれないけど、後ろの方でいろんなことを言っていただきたいと思いますので、えー、最初の自己紹介、ちょっと短めに、で、その中でですね、 一部はあくまでもパネリストの皆さん10人の自己紹介と命を守る10のメッセージそれぞれ一人ずつやっぱり伝えたいことを皆さんに伝えることはあると思うそれを一部でさっと40分ぐらいしますで第2部じゃその上で命を守る気づきって何だろう皆さんがこれから今年あのね私言うと毎年のようにいろんなこと起こると思うんですここで起こるかどうかってわからないだけど 少なくとも九州の管内どこか含めてですね大きな災害がやっぱり増えてますからね、そう起こるよだそのためにじゃあ危機感、共有あ、やばいね、これを皆さん、市民の方々と共有するためにどうすればいいだろう、2つ目、いいな正しい行動です正しい行動すればどうだろう、これをもう議論していきたいというふうふに思っています。はい あんまり私がずらずら言うとですね時間全部押してしまいますので私の隣から、えー、行きたいと思います、えー、福岡管区気象台の小島さん、えー、吉田さん、安武さん、森さん、辰山さん、順次いきます。 えー、気象庁に入りまして三十数年になりますが、えー、これまで、えー、現場で天気予報ですとか注意報、警報などの発表も担当してまいりましたし、えー、そういった経験を生かしまして防災気象情報の活用や、えー、安全知識の普及・啓発などの業務にも携わってまいりました。 えー、そういった中で,です、ねまあ、今日もいろいろとお話が出ているところですけれども個人的にも雨の降り方は変わってきているという印象を持っていますで実際、気象庁の観測での結果というのは今日の冒頭の気象講演の中でも触れてい,、えー、いただいていましたけれども、えー、この40年間の間に全国の、えー、1時間50ミリ以上の雨の観測というのは 1.4倍ぐらいに増えているというお話もあったところです。で、そういったところで、まあ一昔前よりもですね、災害に繋がるような河川の増水など、そういったことが発生しやすくなってきているっていう状況があります。で、これからまあ迎える梅雨ですとか、あるいは台風のシーズンにかけては、こういった状況が発生しやすくなりますけれども、気象台ではですね。 えー、予想される大雨の心構えですとか準備ができるように段階を踏んで防災気象情報を発表していますそういったことで、えー、注意・警戒を呼びかけているわけですけれどもまず、えー、数日以内に大雨の予想がある場合そういったときには、えー、それは警報級になるのかどうかっていうのを早期注意情報として、えー、中・高の、えー、2段階で発表しているところですで1日 から半日前にには大雨に関すする気象情報といいうものを発表していますそれから数時間前まで実際の大雨の数時間前までには注意報ですとか警報を発表しますしさらに警報の発表基準をはるかに超えるような大雨になるようなときそういったときには重大な災害の発生する恐れが著しく高まっておりますので。 大大雨特別警警報をを発表してて最大級の警戒を呼びかけているところですでこういった情報というのは、えー、もちろん気象庁ホームページでも確認することはできますけれども、えー、テレビですとかラジオなどでも早い段階から解説をしていただいているところです、えー、中でもあのキキクルという愛称で気象庁ホームページで提供している危険度分布ですけれども、えー、これはスマートフォンでも簡単にご自分のいる場所の、えー、周辺の危険度を 警戒を意味する赤色ですとか危険を意味する紫色などで確認することができますそういったものを確認したとき地元の市町村から発令されている避難情報に従って早めの避難をお願いしたいと考えていますまた避難情報が発令されていなくても危機来るですとか河川の水情報などを用いて自らの判断で災害から命を守る行動をお願いしたいと思います よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。それじでは、筑波河川、吉田さん、お願いします。はい、ええー、筑波河川事務所の所長をしております吉田と申します。今日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、筑波河川事務所は、あの、筑波川と矢部川の、あの、えー、管理をさせていただいております。 えー、いよいよです、ね、梅雨が近づいてまいりまして、あの流域の自治体の皆様、あ,あと住民の皆様ともともにです、ねえー、できることの,あの備えをあの今、鋭、え、意、ー、進めているところでございます、えー、情報という観点で言いますと、あの河川事務所ではです、ねあの、災害時にはあの気象台等の情報をもとに、えー、防災体制に入ります。 で河川の水位データですとか洪水予報、水位情報水防警報を、えー、市町村の方に、えー、また、えー、自治体の首長の皆様には直接ホットラインという形でも情報をお伝えしております、えー、これらの情報が実際にです、ね、地域の皆様の防災行動避難行動にしっかりつな、えー、がっているのか 我々としても改善すべきところはないのかあの今日は改めていろいろお話を聞きながら考えてまいりたいと思います、えー、またあの最近の気象の話は冒頭、えー、大野調査官からもありましたので省きますが、えー、昨年も8月、えー、今年は7月何もなくてよかったねとみんな言っていたところで,です、ね、8月に4日5日にわたる長期の長めに遭いました えー、幸いですね河川の本線筑後川の本線の水位というものは、えー、堤防を決壊するとかそういうことはございませんでしたがあの久留米市を中心として、えー、多くの方々が内水被害に、えー、遭われたことでございますでこういうところですが、えーまあ、こういう中で我々があの現在進めております、えー、加えて進めておりますがあのが流域の皆様が全員が 一体となっての、えー、火星の流出を起こらせる取り組み、えー、避難につながるような防災式のお教育、えー、タイムラインによる、えー、普及というものを含めた流域治水という取り組みもあの当事務所で進めております筑後、えー、川はあ矢部川での,あの流域治水の旗振り役権威役を担うべくあの昨年の10月ですが あの流域治水企画室というものを立ち上げております。えー、流域の関係者の縦軸横軸をつなぐような取り組みを進めております。えー、流域の皆様のご理解、えー、ご協力なくしてはあ進みませんので、えー、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。えー、またあの事務所の紹介になりますけれども、令和5年度来年度は筑後、えー、があ の本格改修大正12年に始まりましたけれども、えー、100年の節目の年を迎えます、えー昭,和年えー、あ昭和28年洪水を受けて、えー、建設されました松原下請ダムは50年の節目になります改めて筑後川の治水と離水、えー、の歴史を振り返りまたあの決して怖いだけではない豊かな筑後、えー、川の河川管理どうしていくべきか 流域の皆様と考える、えー、良い機会にしたいと思ってございます、えー。冒頭以上でございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃ安武さんお願いします。はい、えー、福岡県庁から参りました安武でございます。 っこと個人的な話で恐縮なんですけども私久留米の出身でしてで筑後、ね、川の恵みを受けて育ちました、まあ、そういったわけで今ここに参加できることを本当に嬉しく思ってるわけでございますが、えー、さて仕事のお話の方ですで、えー、我が国におきますところの,その防災に係る取り組みっていうのは様々な災害を体験をしつつ経験をしつつ進化と充実というのを遂げてまいりました ここれは間違いないなとでございます。まあ、今では国、県、市町村といった行政だけでなくこのフォーラムに参加いただいているあの報道機関さまざまな団体あるいはボランティアといったところであの社会の幅広い動きとなってより良い社会あるいはより災害に強い社会になろうとしているんだろうなと思いますで災害を警戒をしあるいは避難等を行うのに必要な情報にかかる状況 事情につきましても例えば今九州のどこかで大きな地震が起ったらこ,れあのこの会場の皆さんの,です、ね、このスマホであのエリアメールの着信が鳴り響きますで直ちにあの緊急地震速報を知ることになりますで同じこのスマホから県のホームページ防災ホームページを開いていただければですねあの最寄りの指定避難所 まあ、おそらくここの最寄り指定避難所だとあの郵便局の,あの日吉小学校になるんだろうと思いますけどその指定避難所の位置開設しているか否かあるいは混み具合こういったことを直ちにこのスマホで、えー、見ることができますでこの状況っていうのはあの例えば平成7年阪神・淡路大震災あの時はもう避難所が全く足りなくてあて真冬のがれきの横でですねあの 沸かししたたた被災者がたくさんおられましたそういった時代から考えるともう本当に考えられないほどの進化であったり改善であろうというふうに思っていますで5年前の,その九州北部豪雨で突然あの時はもう本当に突然予測もできないような大雨に見舞われてしまったとこの線状、えー、降水帯ですねこれについても今その仕組みを解明をして必要な観測体制を整えてどうにかして事前に予測しようと いう取り組みがまだ今現在進められているといったところになっています。で、国県が災害を警戒をし、あの予測し、で市町村が住民避難の体制を整えて、で報道だとかさまざまな手段がそのことを伝え支える努力をしてまいります。しかしながらその上で。 最後の最後こうした情報に接した住民の皆さんがその時必要な行動をとっていただからないと新たな犠牲をなくすということにはつながらないという現実がございますで、えー、県民の皆さんが情報を受け取りその受け取った情報を生かすための知識と意識これを身につけていただいてでその後自らのあるいはその大切な人の命を守るそのための行動をとる意思 を持っていただくことが最も重要なことだろうというふうに考えます今日はそんなお話ができたらと思っております以上です。はいありがとうございましたそれではですねここ久留米市の森副市長ですねまあ地元を代表して、えー、コメントをお願いします、えー、久留米市の副市長森でございますよろしくお願いします <laughs>、えー あの今回はあ、まあ、水害フォーラムを久留米で開催いただきましてどうもありがとうございますあのせっかくの機会でございますので久留米の豪雨災害それからこれに対してどういう対策を取っているのかということを、まあ、少し時間をいただきましてご紹介させていただければというふうに思いますあの、まあ、この4年間で、えー、発生した久留米の災害・豪雨災害でございます 1>, 1時間雨量、24時間雨量を書いておりますけれどもこの観測史上最大ということで黄色で書いておりますがこれはあの毎年記録を更新しているという状況でございますあの2000年ごろ20年ぐらい前には1日の最大降雨量がだい100ミリ前後だったものが現在では300ミリを超える状況になってきているということでもその20年前に比べて3倍ぐらいの雨量になっているということでございますそれから あのこの左からあ右から2つ目のところを見ていただきたいんですけれども避難指示の発令についてこの継続時間を見ていきますとこ,ここ1年、2年についてはあの5日間とか6日間とかこういうい長期間の避難指示の継続時間になってしまっているというような現実がございます。 あのこういう被害の状況を受けて、えー、久留米市では、まあ、ハードソフト面での対策を現在進めているわけでございますけれども市民の方々にも参画いただきまたあの大学、それから産業、国、県、市、まあ、こういうすべての機関で連携して取り組みを進めておりますこれはあの先ほど大野さんの話の中にもありましたけれども えー、まあ、こういう対策を進めているということですがここで一つだけ紹介したいのは、えー、久留米大学のグランドを掘り下げて貯留地にしているということでございますこれはあの久留米大学の関係者の話ではまあ、久留米大学の浸水防止にもつながるということではございますがあその周辺それから久留米大学よりも下流域にある 市の浸水に対して大学としても貢献できればということでグラウンドを提供いただいているということですそれから連携共同による取り組みということでございますけれどもこれもクリークの先行排水という話も先ほどありましたがこの4年前からクリークの先行排水を始め昨年はさらにこの県それから周辺の市町にもとも連携しまして その範囲を広げていると、それと農業関係者の協力も得られるようになりまして、田んぼダムについてご理解いただき、今年度は始められるように準備を進めております、それから3つ目ですけれども、実は5月の22日、今月の22日に、企業、市民、それから行政による、排水路の春節、除草・竹林伐採ということをやります。 あのこういうふうにあの市民の方々、企業の方々も含めて、えー、防災意識を高めているということでございます。あの私が申し上げたいのは、やはりあの市民の方々があその水害に対して。えー 自らのことである自ら防いでいかなければいけないという気持ちを持って取り組むということが重要であるというふうに考えておりますそういった意味で最近ではこういう取り組みが始められていることに対して感謝申し上げたいというふうに思いますそれから次には避難支援のための取り組みについて簡単にご紹介いたしますが久留米市のホームページ上でウェブマンハザードマップを提供しております あのこのウェブハザードマップでは当然、浸水域が分かりますしそれから地点の浸水する可能性地区ごが決壊した場合にはどの程度の浸水をするのかそれから自分が今いる地点からの避難経路も検索することができますまた、あのライブカメラ国、県それから市で持ってますカメラ河川のカメラの映像についても提供できるようにしております。 それからこれは久留米市防災チャットポットでございますけれども LINE を使いまして大雨が降ったときにそれぞれの地域での浸水の状況、雨の降り方これを写真、映像で出せるように今、準備しておりまして今年の大雨は降ってほしくないんですけれども大雨が降ったときにはいつでも見れる。 あのリアルタイムムで見れるようなシステムを準備しておりますそれから、あのこれはの情報提供ということでございますけれども、緊急速報メール、エリアメールなどの緊急速報メール、それからあ先ほどの話ありましたけれども、防災メール、それと、これはのローカルの FM でございますが、DREAMSFM では割り込み放送をして、えー、大学の情報を提供するとか、KBC さんでございますけれども、d ボタンによる配信も行っております。 それから電話ファックスによる避難情報の配信というのはこれはあの情報弱者の方高齢者ですとかあの障害者の方々に対して登録いただければその電話番号に電話ファックスで情報を配信するということもやっていますそれとペット避難所ペット同伴避難所でございますけれどもこれはあの、えーま、あの避難所に対してペットを連れていけないというような市民の方々の意見もございまして ペット同伴専用の方の避難所というものも昨年準備いたしました昨年の8月の大雨では22名の方々が犬10匹それから猫が6匹うさぎが2匹避難してまいりましたあのこういう形であの久留米市として水害対策避難の支援のための準備を現在進めているということでございます以上でございます はい、ありがとうございます。実はね、これ始まる前にね私、森さんから、市としてね、取り組み含めてぜひ説明させてほしいと、これ分かります、えー。被災自治体としてね、いろんなことを進めている、このことでぜひ市民に知っていただきたい。まあ、一緒に共同したいという強い思いだと思います。私はまあ、そういうことも含めて皆さんと共有できればというふうに思っているところです。ありがとうございました。今ね、森さんから話いただいた中で、ちょっとね、次のところで少しまた、あの 防災機関の方々にねお話を振ってみたいと思ってます。これさらこれからですね立山さん以降あの報道機関の方ですですのでじゃあ立山さんからお願いします。はい、えー、RKB の立山と申します、えー、自己紹介させていただきます。なんかいろんな取り組みがですねずっと紹介されたんではどうしようかなと思いながらまあ放送についてはですね、えー、皆さん見ていただいている部分もあるかと思いますしこの後また後ほちょうどご紹介したいと思っておりますが。 えー、私 RKB で、えー、お天気キャスターをして25年になります、えー、最初の頃はお天気お兄さんと言われていたんですが、まあ、最近はお天気おじさんですねもうこうなったらお天気おじいさんになるまで頑張ろうと思っておりますがで入社が1991年です、えー、この91年という年は6月に雲仙・普賢岳の火砕流災害がありました そして9月には台風17号19号とありまして、えー、全国的にはリンゴ台風と言われますが19号はまあこちらでは風倒木台風ですねああなるほどそういう時代になってきたんだなというこれが私が気象予報士という資格を取るきっかけでしたで、えー、95年だったと思いますが気象予報士を取りましてであのもちろん RKB としてはよしそれは頑張れと。 いう感じでではあったんですが人によってはですね「お前さ気象予報士とかとっても毎日大雨が降ったり毎日台風が来るわけじゃなかろうもん」ってそげんとお前役に立つぞや絵に描いた餅やないかっていう人も結構いたんですねで実は確かに今ほどではなかったでも毎日毎日天気予報をやらなくちゃいけませんからじゃあどうしようって気象予報士の 試験の問題には出ない植物のことですとか動物とか野鳥とか星座とか、まあ、あるいはお魚祭時期そういったものをですね、えー、まあ本当に一生懸命学んでで毎日毎日の天気予報の中に入れ込んで,でそこで興味を持ってもらってでいざ何か起きたときにはしっかり見てもらう。 だからあの時々私ダジャレ言うんですよねご存知の方もいるかと思いますが、まあ、例えば今愛鳥週間ですからねあ白鳥が可愛いですねひなも可愛いですわん <laughs> めちゃめちゃ受けが悪いですね <laughs> えっ、ね、梅雨入りしたとは梅雨知らずとかねあもういいですはい大丈夫です、えーまあ、ただ確かに受ける受けないはともかくとして こいつまた何か言うぞって面白いかな面白くないかな聞いてやろうじゃねえかみたいなそれで見てもらったら聞いてもらったら OK だと思ってたんですなぜかって言ったら大事なことを伝えるためにとにかく見てもらえばいいとまあそうやってやってきたんですが今やですよとても天気予報の中でダジャレを言えるという環境にはなくなってきたですねいや本当私は思います天気予報とかそういう中でねちょっとしたシャレを言えるようなそういう 天気予報ができる時っていうのがねやっぱね平和な時なんですよね。で今やお前植物とかそんなことやってる場合かって線状降水帯のお前予測情報が出るって言ってすぐやれよってもうほら梅雨がもう近づいてきた大雨の話しろよってもう今や天気予報もうほんとそういうえ災害に関することがメインになってきています。もちろんんエリアのの皆さんの命を守るために、 とってもとっても大事なことだと思っていますしあの一生懸命今努力をしております RKB の中でもいろんな会議を開いていろんな対策を練っていますただまあ私としては将来またちゃんとダジャレが言えるようなそういう環境になったらいいなと思いながらお天気おじいさんになるまで気象キャスター伝えたい、あのあ続けたいと思っています、はい、以上立山でした今日はよろしくお願いします。はい、いありがとうございます 実はね、一応台本は作ってたんですよ、でも全く立山さんの台本に書いてないことを全てしゃべってる。多分これから全部そうなると、私は期待します、はい、碓井さん、はい、いや、あの立山さんの流れは私は一旦遮断させていただきますんで、<laughs> <laughs> あの議論の中でまたと思いますけども、あの九州朝日放送で解説委員長をしております、碓井健一郎と申します、よろしくお願いします。であの今立山さんのの経歴の中で の話があっったんですけどもちょっと私もそこの時期には非常に思い入れが強くて私はあの昭和のもうさ事実上最後に入社してますで91年と言いますと、まあ、入社して3年目ぐらいなんですけども今辰山さんの話があった通り雲前普賢岳の、えー、厳しい災害がありましたでこの災害においてはあの頃の言葉で火災流という言葉がありました これについてはもう本当当初初めて聞く言葉でよく理解できていないという人がかなりの数がいて実はメディア側にもそれは否めないことでありまして私自身もそうでありましたで結果、6月3日に地元の方も巻き込む格好で43人の命を失うというこれ本当に痛恨事だったということでありまして、まあ、災害をめぐっては私はこういう思いを持って今に至っているという状況であります。 で、今日あのもう冒頭からずっといろんな説明がありますけども。あのまあ、異常な気象ね。温暖化ということでありまして、まあ、気象をめぐってはまあ、時代はもう曲がったなというふうに思ってます。で、去年からまあ、今年にかけてえー、まあ、国連の ipcc まあ、これ政府間パネルというところが。 ものすごくエンジンをかけたというかもう時代は変わったもう非常にリスクがある時代であるというこのまま続けると大変なことになるというようなことを言及しているという、まあ、状況に今、至っているということを思いましてですねさあ大変だと今世界が焦っているということなんですけどもただ、ことはそう簡単じゃないと思います、まあ、人間の文明というのはこれだけどんどん,どんどん先に行くということを追求してきたのでそれをじゃあ止めることができますかという話になるわけですよね。 であるならば、ことが起きたときにどうするのかつまり災害時に情報をどう吟味してどう動くのかというところがやはり大きな話になるのかなというふうに今、私は強く感じていますで、いろいろなあの災害、まあ、この特に5年の災害をまあ取材なり報道してきて思うんですけども、まあ、必ず出てくる言葉は想定外そして、まさか私はという言葉が必ず出てきます。これ 皆さんも絶対自分には関係ないというふうに思っていたところなんですが必ずこういう思いを強めるんですねであのこういういろいろなまあ話を聞く中で、まあ、自分なりにあの4つほどこれ大切だなと思って今考えていることなんですけどもよく言われる「自助公助共助」とありますけども、まあ、何と言っても自助自分で助けるというところをこれ第一義にしなきゃいけないということを思い知らされますし これはあの家族の問題として捉えるべきだというふうに今強く思っていますそれから行政の控除行政の皆さんはこれ必死に災害時頑張っていますあのこれも取材してよく分かりましたところがその情報に依拠しすぎると残念ながら命を失ってしまうことも起きてしまうという限界もあるということが分かりましたのでそういう意味でも自助というところの重みを何とか理解してほしいと思います それからあの災害というのは弱いところに牙をむく、これはあの特に時間帯ですね、深夜とか早朝、それからあの対象になる方、お年を召した方、あるいは体に障害を負った方、災害の最初のやっぱ厳しい状況に遭遇してしまう方ですですから、こういうところは注意したいと思います、それからです、ね、これだけやっぱ大変な経験をしているんですけど人間というのは忘れるという宿命に抗えないんですよね。 こんなに大きな経験してきて二度とと思うんですけどもやっぱり忘れてしまうということに逆らえないんでここはやっぱり誠実に過去起きたことに向き合うということをやっぱ一人一人があの意識しないとなというふうに思いますであのおととしの熊本の地震地震じゃなくてあの大雨ですね、えー、人吉とか熊村で起きました令和2年7月豪雨ですけどもあの時に、えー、私はあの 熊村の防災管理官これ中渡さんという方なんですけどもこれ自衛隊の出身の方で相当あのもう細かいことをやりになってますし熱血感で相当やってらっしゃる方であるんですけども、えー、そこで、まあ、今日の司会なさっている松尾先生の提唱されているタイムラインも先進的に先に取り組んできた、まあ、災害先進地だったんですけども、まあ、大変なことが起きて相当な命を救いましたが。 残念ながら25人の命も失ったというとところでありましたでとにかく話が聞きたくて中渡さんに長いインタビューをさせてもらったんですけども、まあ、中渡さんは打ち震える声で涙を流しながらこういうふうにおっしゃいました、えー、自分たちの命は自分たちで守るこのありふれた言葉この中にどれだけ大きな意味があるのかつくづく今回は思い知らされたとこれ本当にあの何度も繰り返されてきた言葉なんですけども中渡さんが 采配してきた泣かれたされんがおっしゃったという意味でですねますますこの思いを大切にしなきゃいけないというのを思ったという次第ですまずは私からは以上でございますはいありがとうございますそれでは川島さんはい、えー、TNC テレビ西日本の川島と申しますよろしくお願いいたします あの今あの、報道部長という立場ではあるんですけれども、まあ、あの5年前の九州北部豪雨の時まあ何してたっけなということを思い起こしますとです、ね、当時あの、ニュースの編集長という仕事をしておりました。 あのまあ、ニュース番組にも編集長っていうのがいるんですけれども、まあ、何をするかっていうと、まあ、ニュース番組っていうのがありますよねでその中でまあどういった項目というかニュースをまあどういう方向でどんぐらい伝えるかそしてまあそれに向けて取材をどう出すかみたいな采配をする仕事ですで、まあ、当時のことを思い出すとですねなんか今も5年経ちましたけれどもこう すごい心臓がドキドキするというか、ぎゅっと掴まれるような感覚になります。あの当時雨がひどくなってきたのはあの午後だったかと思います。ただ、私どもの本社がある福岡市内でそれほど雨が降ってなくってまあ、その後結構筑後の方で雨が降ってるらしいぞと。とまあ、あの記録的な、えー、雨を観測したみたいな情報がパラパラと。 入りいたしまして、えー、でじゃあちょっと取材班を向かわせなきゃいけないねというところで、えー、取材班を出しましたでそこからあのー、まあ映像が入ってくるわけなんですけれどもちょっとそれを見てこれはやばいなということを本当に思いましたあのー、まあ雨が福岡市内とは比べ物にならないぐらいゴーっという、あのー、ザーッと降ってるとそしてあのー、川の水位とかですねみるみる上がってまあ道が まあ本当に川のようになり始めているとで、すごい濁流になっているというところを映像で見て、えー、ちょっとどうしようと思ったことを覚えています、でえー、夕方、全然降りやまずに、そのままあのー、ちょっと恐れてたんですけれども、あのー、大雨特別警報というのが出ました、本当にその時はまさかと思ってたんですけれども。 まあそういうのが出ましてそれでも一向に雨が止む気配がないということで、えー、とんでもないなということを思ったのをよく覚えておりますであの今日、防災機関の方あとご一緒させていただいてますけれども、まあ、そういう災害の時になりますとその行政とかですね、えー、気象台とかから、まあ、あと警察とか交通機関もそうですけれどもいろんな情報がまああの提供される寄せられるんですね。 であの報道機関というのは進んでいるようであんまり進んでなくて今も割とファックスが現役だったりして、まあ、今はかなりメールとかも増えてるんですけれどが、まあ、当時5年前ですからあのファックスがどんどん,どん,どんその情報が吐き出されてきてもう編集長の席ってこんなすごい紙の山になるんですけど、まあ、その中からまあ特会かい引っかい見てです、ねまあ、これは重要な情報だとかですねこれはちょっと細かすぎてお伝えできないとかですね。 えー、そういうふういふに死者選択しながらまあ伝えていったんですけれども、まあ、そういった中で本当にその僕らが死者選択する中で重要な情報が落ちてないのかなということをちょっといつも悩みながらやっていますただ、時間に追われその放送に追われながらやっているというのが現状です。 まあ、今日あの災害から命を守るというのが、まあ、一つのテーマなんですけれども、まあ、あの災害の時ってご覧になってわかると思うんですが「どこどこから中継です」みたいなあの、ね、川のそばとか、えー、崩れた現場とか、えー、どこから中継してその被害の状況をお見せすることで災害の状況を伝えるという、まあ、もちろん大事な役割を担ってるんですけれどもなんかそれだけではなくて。 えーまあ、事前もそうでしょうし、その時であってもその寄せあの出していただける情報をどう伝えていくのかというところをいつも悩みながらやっています、まあ、あの5年前の豪雨、えー、の時には残念ながらあの犠牲者が出てしまいました、まあ、こういった方を少しでも減らすというかゼロにするために、どういう情報を皆さんに届けていくのかというのをまあいつも考えながら仕事をしているというようなところです。 はいありがとうございますじゃあ若林さんお願いします皆さんこんにちは福岡放送アナウンサーの若林舞子と申します今こちらに表示しています普段夕方平日の月曜日から金曜日夕方放送しています明太ワイドという番組でニュースのキャスターを担当しています で実はこの「メンタイワイド」の生放送中の反省がきっかけで FBS では災害報道により力を入れるようになりましたそれが、えー、まさに2017年の九州北部豪雨でのことでした私と男性キャスターが生放送でニュースを読んでいるその時に画面の上に速報の字幕が流れてきたんですね、えー、記録的短時間大雨情報発表という 一報が入ってきましたでその時私はその字幕を読み上げましたただその字を追っただけだったんですこの情報が出たから何なのか該当地域はどんな行動をしないといけないのかということを全く伝えることができていませんでしたでこれはキャスターもはじめ番組サイドにそういった災害に関する放送の準備が全くできていなかったからなんですねでその後 大変な被害が出たということを知って初動の段階でしっかりと災害報道、呼びかけができていなかったということを私たちは猛省しましてその後、FBS では災害報道についてより備えをするようになりましたでその具体的な備えの内容というのがこちらですあのメインとしてアナウンサーが今備えていることをちょっとこちらに書いていますが。 アナウンサー自身が災害に即時に対応できる知識を身につけるということですで会社内そして社外でも勉強会に参加したりして、えー、知識を常に身につけて何か速報が入ってきてもすぐに対応できるという状況にしています努めていますそしてもう一つは雨の降り方やシチュエーションに合わせた呼びかけを準備あ,のある程度準備しておける呼びかけというものはアナウンス原稿を作って毎年 精査しながらこんなふうに呼びかけようというふうに考えていますそして3つ目いつ災害が起きても冷静かつ迅速に対応できるように心の準備をするようにしています呼びかける私たちの側が慌てず落ち着いて命を守る情報を伝えられるようにするためですで実はこの心の準備心を備えるということが今日 皆さんにご提案したい FBS からのワンポイントメッセージですそれがこちらです一一人一人が心も備えようこれはあの皆さんいろいろ非常持ち出し袋ですとか家庭での備蓄など物理的な備えはされている方は増えていると思うんですが心も備えておくこれが命を守る重要なポイントだと私たちは考えていますでは大雨に対する心の備えって具体的に 何でしょうか FBS が考えるもの自分が大丈夫自分は大丈夫という言葉をリセットしますいつ誰が被害に遭ってもおかしくないそのスタンスで心の準備を備えましょうさらにその上で心を備えるその2大雨避難の知識を身につけておく例えば 土砂災害や洪水が起きるる恐れののある危険な場所というのはハザードマップですから自宅や勤務先は危険な場所なのかなというのを事前に確認しておけば我が家は危険な場所じゃないから大雨の時は自宅にとどまっておこうとか勤務先は土砂災害の危険がある場所に近いからじゃあその時は別の場所に避難しようとかそういったことを事前に考えておく備えることができます。 さらに周囲がどんな状態になったら避難すべきかということも想定しておくことが大事だと思っています、えー、例えば、えー、近所の川の水位が上がってきたら避難しようと考えていたとしても大雨の時に直接その川を見に行くことは大変危険です状況はテレビやインターネットで随時情報収集することができますのでその知識を持っておけば インターネットなどで近くの川の水位を見ながらあだいぶ水位が上がってきたじゃあ避難しようということにつながると思いますそしてもう一ついつ、どこへどのように避難するのかということも想定しておいて冠水してからの避難は車での移動も含めて大変危険なんだということを知っておけば早めの避難に皆さんがつながるのではないかなというふうふに思ったりしています。 でこういった大雨避難の知識があればいざという時に慌てず落ち着いて行動できるのではないかなというふうに私たちは考えていますそして実際に大雨が近づいてきた場合は皆さんにぜひ避難に向けて「位置についてへ」の体制になっていただきたいと思っているんですこれもちろん気持ちの上ですでその「位置についてへ」の状態になった上で周囲の状況を確認しながら よし今が避難のタイミングだよいドンというふうにすぐに避難の体制に入っていただけたらなと思っています素早く行動に出ることができるのではないかと思っていますそして私たちメディア側は皆さんが位置についてというふうに体制になっている皆さんにじゃあ避難ですよよいドンというふうにアナウンスをする情報をお伝えする役割だと考えています 一人一人が心も備えようということで私たち呼びかける側も水害に関してしっかり学びながら迅速に正確な情報をお伝えしていきたいと思っています具体的な呼びかけの内容などはまた後ほどご紹介できたらと思っていますはいありがとうございます福岡放送 FBS は位置についてよーいドンっていくんですねそれで参りましょう皆さんがこの体制になっていただいているのをよーいドンとはい ありがとうございます。はい。じゃあ中島さん、ね、お願いします。はい。テレキュアアナウンサーの中島空と申します。よろしくお願いいたします。私はテレキューの報道番組副査定で気象コーナーを担当しています。あの気象予報士の資格は持っていないんですけれども、あの今日々お伝えする中でその必要性を感じて勉強中というところです。 RKB の立山さんの気象コーナーは日々勉強のためにも参考にしていたので今日この場でご一緒できていることが大変恐縮なんですけれどもあの私自身災害の時に熊本や久留米に行ってカメラの前でリポートをしたりまたはスタジオから警戒を呼びかけたりしてきました水害で雨でこんなにも日常が奪,奪われることがあるんだと本当に心が 痛くなりましたそこで私が視聴者の皆さんにお伝えしたい命を守るワンメッセージはとにかく知らないことで命を落とすことがないようにあの今はテレビ局テレビ以外にも情報を知るツールっていうのはホームページだったり SNS だったりたくさんあります。 テレキューでも SNS での発信には最近力を入れていますそんな中で皆さんがどうすれば災害が起こった時に正しい情報を正しい量手に入れることができるのかそこが課題になってきているなと感じています若い世代の人は SNS が身近ですしインターネットも身近なのでそういうことに不安はないのかもしれないですけどあの避難に時間がかかる 高齢者の方であればあるほどそこへの距離っていうのは遠いですよねなので私たちテレビ局もその情報を得る方法について伝えていくっていうのも仕事使命になってきているなと日々実感していますまた防災情報についてもそうです知ろうとしてほしいなと思いますあのよく何から始めていいのかわからないよという声を聞きます なので平常時からあこれだったらできるかもしれないなっていうようなあのハードルの低い防災情報防災備えの仕方っていうことをあの伝えていけるように日々、研究していますので今日も皆さんと一緒に命を守る方法について考えていければなと思っています。どううぞよろししくお願いいいいたまますすははい、ありがとうございますそれではあの報道の最後 なりますけど長谷川さんお願いしますあ皆さん、えー、こんにちは西日本新聞社の記者で長谷川と申しますなんか見ましたら今日パネリストの中でどうも最年長クラスのようで、えー、私,私もあの松尾先生と同様長崎県の出身でですね えー、高校卒業して1年ぶらぶらしたあとのこの子と福岡に出てきましてですねで昭和58年1983年に西日本新聞社に入りました大学時代にちょっとあの地震学をかじったもんでですね、まあ、ちょっとそういう地震災害みたいなことをなんかやれたらいいなと思って入ってきたんですけれどもなかなかそんなのを専門にする部署もないというのを会社に入ってから分かりましてですね困ったなと思いながら。 まあ、あの3年目の不認知の鹿児島でですね桜島が結構活動が活発だったんであこれだったらなんとなくあの自分がちょっとかじったことと関連するかなと思って、まあ、とりあえずこういうことでやってみようかと思って、まあ、そういうあの災害関係の方に力をちょっと入れていきたいなと、まあ、さっきあのお話も出ましたけど91年の雲仙・普賢高地災害であったり 台風17号、19号であったりとかですね。まあ、あの、そういう中で、まあ、じあの存分に力を発揮できたのか分かりませんけれども。 ただやっぱなんかそっちの方に行ってですねあんまり大雨の方にはですねあんまりなんか注意がいってなかったっていうのが正直なところでまあ実は私は30年前と20年前に3年ずつあの久留米市勤務したんですけれどもまあ当時、やっぱ久留米の方はですねやっぱりその28水害、28水害と昭和28年水害ですね1953年あの西日本水害と言われているあれですけどまあ地方が氾濫してまあ相当え大被害が出たというのがあってこう語り継がれててですね あ,のあそこの町の中にあったあのあの甘辛いあの牛丼で有名だった松尾食堂の壁にこう当時の,、ね、あの水位が分かる跡が残ってるみたいなんでわざわざなんか行くたびになんかそれを見ながらっていう、まあ、意識は皆さん持ってらっしゃるんだけど意外と当時あのハザードマップっていうのは久留米市さん当時はですねあの作られたけどあの市民には公開してませんみたいなことをおっしゃっててですね 不安を煽っちゃいいけないからと、まあ、確かによくわかるんですけれども、えー、大丈夫かなと、まあ、思ってはいたもののちょっとどうしようもなかった中でまた新燃田県への噴火が起きたりとかですね東日本大震災が起きたりとか言って、まあ、現地に行ったりしたんですけど、まあ、その時でもですねやっぱりあの台風だ大雨だっていうのは梅雨の時期とか、まあ、台風シーズン9月10月とか。 大体、まあ、いい構えておけばいいよなとで結構、天気予報も当たるよなみたいなのがあったんで、まあ、そこまで力入れなくてもいいかなと思ってたら、えー2000あのね、さっきほどから九州北部豪雨の話出てますけど1回目の2012年にありましてです阿、ね、蘇の外輪山とかが相当ひどくやられてこっちでもやっぱりあのやめの星野村とかでも結構大変だった筑後地,地区もです、ね、結構被害が出た。 やっぱあれからあれれれれという感じから、まあ、あれよあれよというまでこの10年ぐらいというのがですね本当え、こんなに大雨災害起きるのと思ってですねやっぱりこういう認識を改めなくちゃいけないなと思って。 でえー、今に至ってます、まあ,あのそこに春分としてできること、まあ、なかなかですねあのこ,のこういう放送局の方とか時々刻々対応でですねずっと情報を発信しながら皆さんにあの的確な情報を伝えながらお役に立てる場面が多いよと思うんですけどなかなか新聞はですね、えー、長官の締め切りからまた。 ねえー、45時間後じゃないと皆さんのお手元にもいかなくてみたいなところでもうタイムラグがあるものだからなかなか速報勝負はですねもうとてもかなわないなというようなことで、まあ、新聞としてできることとしてですねこうやってもう日頃からですね、えーまあ、実は2週間に1回この安心安全というあの紙面を、まあ、2019年からですからもう3年目に入りましたけれど、まあ、2週間に1回ずつこんな感じで。ですね、えー、あの いろんなポイントを説明するの、まあできるだけわかりやすく、えー、これはあの気象予測の聞きくるですね。まあこんなものを、えー、いろいろあの出しましてですね、えー、あの日頃から備えてくださいとまあ呼びかけているつもりです。まああのやっぱそれで、えーえー、まあやっぱこういう平時の呼びかけこそあのこういう あの新聞というのはあの放送局に負けずに役に立てるんじゃないのかなと思ってますしあこれだと思ったものはなんか切り抜いて、まあ、冷蔵庫の扉に貼ってもらったりとかもできるのかなとかですね、まあ、思っていろいろやってますまあこんな感じでですねで、まあ最近ただそれだけじゃどうもだめだよねっていうんでですねあの、まあ、あの我々の,あのアナトク通信と呼んでますけど、まあ、SNS を通じてつながるあの 人たちのグループを作ってもらってですねそこに向けていろいろ情報を拡散してもらおうという取り組みを始めましてこの「学ぶ、備える、防災」というような防災、うちのスマホのアプリですね西日本新聞アプリ。これの中に 必要情報をリアルタイムで出せるものがないかっていんで、まあ、いろんなところにお願いをしましてですね。あの、河川カメラの映像を選んで、えー、こう見れるような。 あ仕組みをですねまもなく、えー、今月中に何とかスタートさせられるんじゃないかなというようなところまで来ましたんでですね、まあ、こういった形でですね、えー、あの災害を忘れた頃にやってくるとは言われてきたんですけれども今私の気持ちは、えー、災害は忘れる間もなくやってくるというような あの気持ちでおります。その危機意識を共有するために今日ここに、えー、出てきましたので、次の議論の中でそのどうやって共有していくかっていう話も、えー、やっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの。 あのね、スタートして55分ですね、まあ、ですけどもともと10分押してましたので、えー、っと私の進行上でいうと、まあ、十数分の押しですかね、まあ、だけど、まあ、皆さんあの言いたいことをです、ね、言っていただけるようなあのパネル討論にしたいと思いますので、まあ、そこはあの進行に注意しますがあのご容赦いただきたいと思います。 さあ次あの、それぞれお話しいただきましたよね、プロフィールと、あるいはその今、何をこう伝えたいかと、えー、明確にお伝えていただいた方もいらっしゃいます、それでちょっと、はい、はいい、これね、私がこう常々、そもそも私の話はしてなかったんですけど、三、ま、十、あ、あ数年、災害調査をやってます、どちらかというと実務研究者ですね。あの 研究ばっかりやっている人間じゃなくてどちらかというとフィールドに入って住民、被災者の方とかね自治体の皆さんといろんなことを会話しながらでちょうど10年前にアメリカであの、まあ、タイムラインの原型みたいなのを発見しましてですねこれはもしかしたら日本の防災変えるかもしれないということでタイムライン防災というのをちょうど9年前から始めています、これはまさに日本に普及させる。 えー、久留米市さんんんもも取り組んでるかもしれません九州管内でいうと熊川筋あるいは長崎の本名がですね、まあ、そこであの自治会町内会で、えー、自分たちの事前の防災行動計画を真面目に策定して。 これが特に球磨川の球磨村の取り組みの中ではですね先ほど中渡さんという名前出てきましたけどそこでは渡り地区一番最初に浸水したところにあの雨が降った時に700人ぐらいいたところなんですよ。だけどあああのま千があるところですね でえー、結果的には熊村って25人亡くなりましたけどもその渡り地区タイムラインを作っていた渡り地区で犠牲となった方はお二人でしたお二人でもやっぱり、ね、亡くなるとやっぱりそれはある意味地域としては、ね、大変なことですよですけど雨が降る前に700人ご自宅にいた方々みんな逃げたんです何逃げられたんだろうこのう調査をしました確実にタイムラインが生きていた自治会、区長さんを含めて タイイムライン事前防災行動計画を事前に使っていたものを活用して逃げたということです、えーまあ、ちょっとそういう話をです、ね、私、日本にこう普及・啓発しているということですでそういう中で私は災害から命を守る3つの柱があると思っています一つはやっぱりそこにいる地域の人たちがやばいね、これ雨降ってなんか雨降るかもしれない場合どがんすんねん家族の中で話し合ってどこに逃げんねん これは雨が降り始める前にそういう議論をするのは無理なんですよ、あらかじめ家族で話し合うということが重要、その前にどんなことが起こるかという被害を想像できること、3つ目、最終的には正しい行動、必ずしも安全なところにおる人は別に人間でもよかよ、ね、自宅にいるという選択もある、まあ、そのためにはいろんな備えがある、この3つの柱があると思うんですよ。よここれからですねこのうち えーまあ、流域、この筑後川の流域に暮らす私たちが危機感を共有できるあるいは日頃から危機感を持っていただくためにはどうすればよいかというのを皆さんにお聞きしましょうで2つ目、加えてその上で正しい避難行動どうすればいいの避難行動ってそれぞれやっぱ避難の仕方違いますよね。 そのことも含めてあの皆さんからお声をいただきたいと思います、まず吉田さん、河川管理者の立場で、ね、日頃からこうやっぱり市民、もしくは流域住民の方々にいざというときにどんな危機感を持ってもらうべきか、取り組んでいること、あるいは思い、あればお伝えください。はいえーえー、河川事務所といいます、あの私のほうであの、えー、お題に対して思ったことをお話したいと思います。まずあのこの写真 えー、先ほど長谷川さんもおっしゃっておりましたが、久留米で言えばやっぱり昭和28年の洪水というのが、あのー、一番、あのー、我々の河川改修の、あのー、まだ、あのー、全て解消できていないようなあの大規模災害でございます、基本的に、えー、スタートしたような災害でございます、あのー、これ以来、あの松橋も受け止もできましたし、あの堤防整備も着実に進んでおりますので、 えーまあ、28年の雨が降って同じようにこんな形になるかということはありませんが、えー、とはいえ、これからの気象に対して、えーまあ、こういうことも昔あったなと、あのー、今、平穏なあの穏やかな川だけど、えー、大雨降ったらこんなことになるねみたいなことは認識していただくのは大事かなというのは一つ目それとやっぱりあの地形をですね、あのーまあ、悲しいあの仕方はございませんけどもお住みになっている場所とか あ大きなあ範囲での地形とかあのもう少し細かい話になるあのエリアでの微地形とかですねそういうのを認識していただくのが大事かなと思います、えー、とこれはの地区のあのコンターズですけど、まあ赤い方が高くて青い方があー低くて城島、えー、の辺りからもうほぼ扇状地のような形でくるみしがの中位地は基本的には低いところだと。 低いところをなんとかうまく河川と付き合いながらあいろんな農業、えーえー、生活しているということがまず大前提かなと思いますあとじゃあ自分たちの住んでる家はほその中でもどんな感じなんだろうかというのを、えー、今いろんなツールがありますあの今お示ししておりますのは混尺マップっていいましていろんな地図をこう同じ場所の地図を、えー、写真とかあの地形図とか えー、同時に並べて示せるサイトです、えー、これ右キャンパスのあたりを、あのー、つけておりますけども、えー右えー、左上が今の地図右上が昭和60、えー、1960年代ぐらいの、えー、写真、えー、右下はあ地形を凸凹にしてよく見えるようにした、えー、もので えー、左下があのこれ地水地形分類図と言いましてあの昔の、えー、我々河川管理者は実はこういうのを基本のじょ情報として使っておりますけども、えー、昔の地形またはこの成り立ちを絵で表しております、えー、っと茶色いところは高いところ、えー、ちょっと薄い青はこれは湿地帯ということですねあのちょっとこれ見るとやっぱりその湿地帯に都市開発が随分進んでるなと。 えーまあ、流域治水という観点でいうとあの土地利用規制をして、えー、安全なところに住もうというのもやり方の一つとして入ってきておりますけれどもなかなか今お住まいになる方があのすぐに家を場所を変えるとかできないと思います、えー、少なくとも自分の家の、えー、土地の高さはどうなんだろうかあの水は低いところに流れていきますのでそういうことを認識していただくことが大事かなと思います あと,えー、あといくつか、これはあの、まあ、とはいえですねいろんなあの自治体の方でも取り組みを進めておりましてそういうことで効果が出ているということもですね私どもちゃんと伝えていかないとい,いけないなと思って一つ事例でございます、これはうねは市、えー、も平成24年30年、えー、昨年と、まあ、相当の雨が降りまして。 えーまあ、流域治水という観点でため、えー、池の事前放流とか取り組んだと、えー、上の棒グラフを見ていただきますと去年の雨はあ、えー、24年30年よりも多いんですけども、えー、浮き足のほうであの、えー、常に冠水しているようなところがあのそのような取り組みによって冠水しなくなったとこういうです、ね、行政の取り組みもなかなか定量的には示せないんですけど ですけどもこういう見せ方によって、えーまあ、危険なところであるけれどもあの行政もしっかり頑張っているなということも併せてお伝えしていきたいなと思ってございますあとはあの、まあ、行政だけではなくてですね筑波の,の遊戯では大変あの活動熱心なあの市民団体の方がいっぱいいらっしゃいます、えー、これは筑波はま丸ごと博物館運営委員会という方々がですねこの18年ぐらい続けている 昭和28年竹馬大水会を伝える会というような取り組みですあの最近はさすがにコロナの影響で,です、ね、こういうあの場が持てないので残念なところですけれども、えー、古い写真昔の写真を使いながらまた、えー、当時、えー、小さい、えー、小学生中学生の頃、えー、実際被災した、えー、経験した方々の,あの語り部としてです、ね、伝えるような 取取りりり組組みみあの地道な取り組みされておりますこういうのを行政としてはしっかりあの、えー、広く PR していきたいなと思っておりますでこの団体がもう一つ最近取り組んだのがですねさらにはそのあのあ皆さんにあの腑に,腑に落ちるようにちゃんとこの写真とかその過去の情報が入っていくようにということでカラー化をしていくような取り組みされておりますこれあの えー、昭和28年の写真をですねからかしたとでよく見ていただくとですね真ん中の、えー、おばあさんというかが、実は2個に笑ってるんですねあの、白黒だとなかなか分からなかったんですけど、笑ってらっしゃいます、これは想像するに、あのようやく助けられて、ああ、ほっとしたなと、えー、この消防団の方とか、若い人が助けてくれたなという気持ちが出てきているのかなというふうに思います。ここうういうことを なん、えー、となく白黒よりはあのリアルに自分の身に引き寄せて感じていただけるのかなと思っておりますまたあのい,いくつか報道の方もありましたがより関心を持っていただくというあの取り組みをしている事例も紹介していきたいと思います、えー、と日田市の日田水環境ネットワークセンターという方があのこういうポスターを作っていらっしゃいますこれは これ飛んでるんんでですけど、飛んでる方は地区の自治会長さんでなぜ飛んでるかというと普通、自治会長さんは飛ばないよねとなんで飛ばない人が飛んでるんだろうっていうようなですね、そういうあの引き込みというかあのを狙ったものと聞いておりますこれ、こういう形のですね、あの関心を持っていただくとか取り組みあの流域自治体流域ではたくさんの団体がいろんな活動されておりますのでそういうことを 河川事務所としても支援してあの一緒に頑張ってまいりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。えー、っと、うすいさんね、うんとまあ報道としてですね、まあ特にあのうすいさん厳しいラジオも支援されていろいろコメントされてますよね。本当に物事が起こっている状況の中でどう伝えるかと、いろいろ考えてらっしゃることあると思うんですがいかがでしょうか。あのまあ平時の時とですね、あの有事の時って。 いろんなか段階で非常に難しいなというふうふに思ってるんですよであの、まあ、今日の話でもその心の準備っていうのは非常に重たい言葉だなと思ってるんですけどもとりわけその人間の,その行動パターンとして分かりやすく分けるとリスクがあるっていうことを知らないっていうケースですねあとリスクがあった大変なことが起きたっていうことを忘れているっていうケースですねそれと、まあ、心の準備がまだできていないつまり 自分はまだ大丈夫だっていうその、まあ、正常性バイアスとよく今言,わ言われますねこういう流れにあるわけです,ですこの3つの状況にあってそれが、まあ、平時から今の気象状況というのは急激に有事になるわけですよねでここの難しさというのは非常にこう新しい情報の伝達のありようだというふうに今思い知らされてるんですよであの 今の,あのお話もあった通り本当に工夫されて平時からの情報提供もあるし有事になっても、まあ、多くの機関から、えー、いろいろなあの情報が出てますで、これを一つ一つ見ると大変有益でこれをきちっと正面に受け止めれば命は助かるに違いないというふうに私自身思うんですけども我々自身もその情報をどの局面でどれだけ出していくのか。で この情報を出したときにじゃあで、要するに今、これどういう局面なんだというこの説明というのは非常にこう重要になってきたなという感じがするんですね、公的な機関からの情報があります、リスクがありますというふうふに言っているんですけども、それはそれで分かりましたという話ですけども、伝える側として今問われているのは、じゃあどうなんだと、これはどういう意味なんだというのが、どのくらい言うことができるのかと。 いうことなんで我々自身も伝え手としてものすごく問われているというか、まあ、猛烈にこう学ばなければあのこの厳しい気象状況を乗り越えるというかあの命を救うということはできないなという,ふうなことを思い知らせていますであの特にこの5年を振り返るとやはり新たな事態なんで、えーまあ、急に起きます急に変わりますということをお伝えするためにやはり過去の映像であるとか過去の展開 グラフなどを交えてお伝えするということは徹底的に努力していきたいと思いますしあの福岡環境代の方としてもですねこれは我々の勉強会でもあの資料をお示ししていただいた,いた,だいたんですけども5年前の九州北部豪雨で、下のあるエリアでわずか30分でこれだけかかりましたという、まあ、その証拠写真みたいなのもあるんですね、そういうのをやっぱりきちっと伝えていくということが本当に重要だなというのですね。 あの思い知らされているということなんでまあ人間の行動に踏まえて我々はどう対応していくかというところをちょっと今答えはありませんけど追及するということに尽きると思ってますこれね立山さんね、ね、はい、例えばこうあるじゃないですかこう先ほど若林さんの話じゃないんだけど記録的短時間雨情報がパッと出たときにこれって立山さんというのはどういう伝方して、ねうん、いつ災害が起こってもおかしくない数年に一度か二度あるかないか。うんうん、そういうい 雨の降り方です、えー、すぐに最新の情報を確認して身の安全を図るようにしてくださいぐらいですかね、まあ、とにかくその短時間記録的短時間大雨情報というのはもう最大の情報というか大雨の情報としてはもう一番上のクラスですから、まあ、すぐ災害に直結してもおかしくないし場合によってはもう災害が発生しているかもしれないと。 非常に狭い範囲で起こることですので多分その災害が発生しているとかいう情報はまた手元には何も来てませんよねですので 5KB はラジオ持ってるでしょはいそうです例えば辰山さんもラジオで伝えるってこともあるありますなるほど例えばラジオの場合だったらこれ画面でピッと出るわけないからそこの伝え方で非常に難しいですよね,そうですねだから当然それは紙か何かで情報が来るわけですけども、ええ、それを まあさっき FBS の若林さんは、ね、全てのしゃべり手が、ね、それがパッと伝えられるようにっていうそれはすごい大事なことだと思いますつまり、まあ、もっと言うならばラジオだといろんなパーソナリティ入ってるんで、まあ、社員以外の人間もしゃべってるかもしれないわけですよね、まあ、そこまで、えー、徹底できれば最高ですがそれができなければもうとにかく気象関係者かあるいは報道関係者がスタジオに入って解説するしかない おっしゃる通りだと思いますうちもそうでしたあの、5年前の九州北部豪雨の時にはあの記録的短時間大雨情報って5回も6回も7回も出て、もうそれを打つのに必死になっていて、その説明というのは全くできていなかったので、やっぱりそういう工夫をするしかないかなといますありがとうございますで例えばそういう時にに、ね、長谷川さんね、ね新聞として、ね、こうリアルタイムにというのはこう非常に難しいですよね。で そこを踏まえたときに、やっぱりこう危機感をね新聞がいやそれぞれの役割をこれ考える、議論するということなんで西日本新聞というのは危機感共有のために読者の危機感共有をどう高めていけばいいかどううでしょうまああの、まあ、先ほどちょっと触れましたけれども、まあ、やはりあの平時から。えー、その 気をつけてくださいねということをやっぱりあの言うしかないんでどたばたしだしてから、えー、そもそもこれはみたいなことをですねやっても,もう皆さん、多分いやいやもう,もうそ,そんな状況じゃないでしょうみたいな話にやっぱなるわけですから、あのーまあ、日頃、平時っていうんですかね、まあ、だから先ほど言いましたようにあの何もない時でもあの2週間に1回は必ずなんかそういうい命を守ったりとか災害が来た時の注意みたいなの。 でもも多分あのもう、あのー、繰り返しになりますけれども、あのー、危ないところ自分が危ないところにいることをどう、えー、把握するのかあ把握したらどう行動をとっていいのかっていうのを学んでくださいっていうのを、まあ、まあこれは繰り返し言うしかないんですけれども、まあただ、それを手を変え品を変え同じことを繰り返し繰り返し日頃言うしかないなと思ってるんですよね。はい、ありがとうございいますこれから、ね、少しこう行政の方に聞きたい と思いまますね、まああの安武さんと森さんにちょっと聞こうかなと思うんですけどね、ねこれやっぱり県、福岡県、県としてねこれはあのそのそリアルタイム性を持ってどうやって伝えていくか非常に難しいところあると思うんですね、県全域を対象としているわけだから、えー、いかかがでしょうかその県民に対しての危機感を持ってもらうために今、何をしようとして何をしてきて何をしようとしてしているのかということをちょっとお話しいただけます まずもって行政機関というのはその災害の警戒に関わる情報あるいはその災害から命の避難とかに関わるその指示であったり情報というのを、えー、県民、住民に伝える責任が一義的にございますでじゃあその日頃から何をやるかという観点においては、まあ、その役所の言葉でいうとその防災意識の高揚啓発と。 いうことでありまして、まさにこのフォーラムであったり、その災害から命を守る福岡共同キャンペーンというのはもうその最も具体的な例なんだろうなと思います。で、他方でその本当の危機感といったところに踏まえると、そのどっちらかというと、えっ、ー、となんだろうな、その災害の脅威が近づくのに応じてその段階段階で適時に適切な程度の危機感を持っていただく警戒を持っていただく、あるいはもう本当にこれは 命から逃げなきゃいけないというのを認識していただくというような情報の伝え方をするのが必要なんだろうって、弊社、まあの段階であれば、その情報を、その脅威が高まってくる段階での情報をいかに提供しますというようなところを、えー、住民の方、県議の方々に知っていただくというのが重要な取り組みになるんじゃないかなと思っているところではありますね、はい、その取り組みの一つとしてね、安武さん、忘れてるやつありますよ。 マモくん、えー、そうなんですよね。うん、えっと、これ会場で、あのー、入れるときに入り口でお渡ししたかもしれないですけど、これを、えー、防災メール守モくんというのを今県では取り組んでおるところであります。えっと、これその後はですね、あのー。 まあ事前にメール配信の登録をしていただくとでそうするとその登録者が必要とする地域例えば久留米市で登録したり筑後地方で登録したりするとその地域の,あの注意報警報とかの、えー、気象情報 あるいはその避難に関する指示情報があの直接お手元に必要な情報だけが届けられると自動的に配信されるというものでありますで、えー、現在県下で約14万人の方にご登録いただいていますで同じようなやつこれあの先ほど久留米市さんもあの 特に体が不自由な方とかご高齢者を対象に電話とかファックスで直接お送りするような手段とかっていろいろ取り組んでおられますけれどですねこういったあのオリジナルでいろいろなその情報発信をする手段というのはいろんなところに準備してございますあの大変有効かと思いますのでこうした情報発信ツールをぜひ活用していただきたいなというふうふに思っています QR コードをピッてやってもらえばすぐ今ここでも登録できますので一つよろしくご検討をお願いしたいなと思っていますまたあの冒頭知事の挨拶でえ実はあのこの今年度あの県としてはこの防災メールを守ること若干あの発展進化をさせてですねあのスマホでえ双方向のやり取りができるようなものにしていきたいなということで今開発に取り組んでいるところでございます年度末ぐらいにはえーご提示できるかなという,ふうに思っていますのでご参考までご紹介させていただきます。 それって、守君の検討会の座長を私がやってるんですよ、それちゃんと説明してるか <laughs> も,もうねあの、ちょっとこう忖度はないですね、非常にね、はいえー。ありがとうございます、それではですねやっぱり地元、久留米市として、あの森さん、やっぱり、ね、こう危機感、やっぱ一番あれですよね、これ、副市長としても、市長もそうだけど、久留米市のやっぱ防災危機管理の方々というのは、いかにやっぱりこう逃げていただくかということ、まあそこの、 逃げ,逃げ時と逃げ場所とこうなかなか非常に難しいと思うんですね、まあ、そこも含めて、えー、日頃からお考えになっていることをちょっとお話しいただけませんか、えー、あの災害時の避難指示を出すのはあ市町村長になっておりますので、えーまあ、各自治体で、えー、その避難の基準を持っているわけですが。えー 平成29年の朝倉水害九州北部豪雨の時にその段階では久留米市の避難指示を出す基準というのが大雨特別警報が出れば避難指示というようなルールにしておりました。で その時、まあ、それまでその水害らしい水害がなかったということもあって非常にその単純な基準になっていたんですけれどもそれで、えー、地域一斉に避難指示を発令したんですが実際にその本当に、まあ、久留米市は幸いにして朝倉のああいう非常につら、えーまあ、い大雨が降った状況の中でも久留米市側ではそれほど大きな大雨にはならなかった。 でまあ、そういった反省、まあ、そういう状況の中でも避難指示を出したという反省も踏まえて、基準についてはかなり見直しております、実際にその地域を4つに分けて、その地域、そ,のそれぞれのエリアでどういうその今後の浸水状況になっていく可能性があるかということを踏まえた上で、河川の水位を、情報を元にして、基準を出すようにしております。そそういったその… あの考え方に基基づいてて避難基準を発令しておりますので市民の方々にはそのすぐに避難するというような行動をとってい,きたい,いただきたいわけでありますけれどもまずもってそのあの市民の方々にきちんと平常時から危機意識を持っていただくことが必要であるというふうに思っておりますそのために市として何をやっているかというお話をさせていただきますと まず出前講座を実施しております、これは市民の方々から話をしてほしい、話が聞きたいというような要請があった場合には、講座という形でやっております、年間、毎年大体いい100回以上やっております、それから、共助というようなことが必要になってくるというふうに思いますので、 防災士それから防災リーダーの要請というふうに書いておりますが、これは防災士というのは資格を持った方々、防災士でございますけれども、防災士の要請ということで、市の施策として防災士の資格を取っていただくように、研修を受けていただいて、試験を受けていただく、そのサポートをしております、それから防災リーダーというのは、特にその資格、公的な資格ではないんですが、 防災士と同じような講習を受けていただくただ、資格試験までは受けないというような方々で知識を持っていただくというような方々を要請しております現在、防災士、防災リーダーそれぞれ200名強の方々がおられましてこの防災士、防災リーダーの方々についても市としても今後もっと増やしていきたいということでそれぞれの地域での災害時の 避難について引っ張っていっていただくような形でお願いしていきたいというような考えでございます、それから単にその知識を身につける、それから資格を取るということだけでなくその総合防災訓練、これは名称の通り総合的な防災訓練、実はこれ、明日やるんですけれども。 この総合防災訓練をやっておりますしそれから情報の伝達訓練これは災害が発生した時に避難指示を出せばその避難指示の情報を名簿に基づいて情報伝達していくとかあるいはそれぞれの地域では情報伝達の 連絡網を作っておられるところもあると思いますのでその連絡網に従って情報伝達をしていただくというような訓練も実施しておりますでこの防災訓練につきあ総合防災訓練につきまして明日実施するというふうに言ったんですが全国的にはあの9月1日の防災の日に実施しているところが多いと思うんですけども久留米ではやはりその水害が多いというような実情も踏まえましてあの梅雨に入る前に総合防災訓練を実施しようということで。 5月に実施しております、えー、それからあの自主防災訓練実施の支援というふうに書いておりますがこれはあの各工、ま、区で自主的に防災訓練を実施されるところもありますこういったあの自主的な防災訓練に対しましても市としてどういうふうにあの訓練を実施したほうがいいのかというようなことのアドバイスをやるというようなことで 協力させていただいております。まあ、こういった形でその地域の方々あの防災意識で実際に災害が発生したときにその動けるようなリアリティのある訓練を実施していくということで、えま取り組んでおります。以上でございます。はい、ありがとうございます。えー、っとこれから私2つ目に行きたいですね。正しい行動。と で、えー、皆さん、まあ、あの何人かの方にこれからちょっとお聞きしますけども、正しい行動をつなげるために、これはまあ逃げるべき人ですよね、危険なところにいらっしゃる方はどうその正しく避難行動していただくか、それは,それは皆様ですよ、でじゃあ、私たち何ができるの、あの今日、パネリストの皆さんの立場で、それぞれができること、それに対して、えー、その話をいただきたいと思います中島さんお願いします。 はいまずは、まあ、災害の起こる前に伝えるときにあの過去の事例を出してその映像をお伝えすることで具体的に思い起こしてもらってこれから起こる災害について具体的にイメージしてもらったりとかあとは1時間に何ミリっていう予想降水の予想に関しても数字だけで示してもなかなかイメージができないのでこんな降り方で、まあ、マンホールがこんな風になる。 ことともあるよよいうような感じであのどんな振り方なのかも具体的にイメージできるように伝えるというそういった、まあ、伝え方としてはそういうところを意識していますあとは、まあ、テレビだけで伝えるにとなると時間的な制約がある分限界があるのでホームページや SNS での発信にも力を入れていますあののの去年8月の豪雨の際には SNS での発信特にツイッターです、ね、の発信に力を入れて記者が撮影した映像をアップしたりとか避難情報の URL を貼ったりだとかそういったことをやってきました、まあ、参考にしていたのがありましてあの水害ではないんですが2018年の北海道胆振東部地震の際にテレビ北海道さんがあの当時 SNS で1日数十の ドローカルな災害情報を投稿してそれがすごく評価が高かったという話を耳にしていましたで今回このフォーラムに参加するにあたってもう一度あのテレビ北海道の方に話を伺ったんですけどあの地震でブラックアウトが起きてテレビを見られない人が多かったので SNS がすごく生きてきたという話だったんですけどあの停電中だったので少しでも 充電を利用者のスマホの充電が減らないように動画などはもう一切添付せずにテキストだけでひたすら投稿していたという話を伺って去年のその8月の豪雨の際に添付していた動画などのことをちょっと反省したんですけど、まあ、そういった発信の仕方も含めて今後より SNS も駆使した情報発信に力を入れていきたいなとは思っています。 ははいいいありがとうございます、はい、立山さん、立山さん何ができるはいえー、っとそしたらですねこの画面見ていただきたいんですがまずは私はもうこれを覚えていただくしかないと思っています、えー、避難警戒レベルで1、2、3、4、5ご覧になった方、あるかと思いますが、えー、まあ段階的にいろいろ書いてありますが3以上だけ覚えていただいたらいいと。でえー、例えば 3というのは高齢者等避難、これどういうときに出るかというと例えば、えー、気象の警報が出たときには警戒レベル3です、まあ、正式な三3相当、まあ、例えば警報が出たとか土砂災害警戒情報が出たとかあるいは河川氾濫情報が出たとかこれがどれに当たるかというのは必ず発表があるんです、テレビでもラジオでもこれは警戒レベル4ですと、あるいは警戒レベル3相当ですと。で3になったら高齢者 等避難つまり高齢者など避難に時間がかかる方は避難行動難を避ける行動をとってくださいこれだから高齢者に限らずあの妊婦さんとかあるいはあの松葉杖の人とか昨日足骨折した人もそうです、えー、これ高齢者等避難で危険な場所から高齢者などは避難とでここであの我々の研究会でもこれ勉強して学んだことなんですが避難というのは避難所に行くことではなくて 難を避けるとということですつまり例えば大雨が降って河川が氾濫してもマンションの10階に住んでる人はそこにいればそれが避難行動ですね難を避ける行動でそれをしっかり頭に入れておいていただきたいということですまず3で高齢者等避難4で危険な場所は全員避難 ここで全員避難で全員避難したら避難所に入らないだろうっていうのではなくてこれは難を避ける行動をとってくださいあなたのいる場所が安全ならそこにいればいいですよということですまたあのコロナ禍で避難所に行くだけではなくて分散避難ですねえ例えばあの親戚のうちに行くとかホテルに行くとかあるいはまあ周回周回者はまあ避難所ですかあのいろんな避難の仕方があるかと思いますまあ遠行避難とかいう 言い方もありますが、えー、とにかく「難」を避けることができればそこに移動できればいいという感じですねだからこの3と4そして、まあ、4があの上が5ですが、えー、4までに必ず避難ということを覚えていただくという、まあ、だからこのレベルをですねまず覚えていただいてこの情報はレベルいくつなんだろうってあ4なんだ じゃあこの地域の人は全員避難しなくちゃいけないんだ全員っていうのはもちろん全員なんですけどそれは危険な場所にいれば難を避ける行動を取るということになると思いますえそしてですね、えー、例えばあの球磨川が氾濫した時に高齢の方が多くお亡くなりになりましたあのの時にどうやったら高齢者の まあ、いわゆる災害弱者、あの先ほど、臼井さんも、KBC の臼井さんも、災害は弱いところに牙をむくっておっしゃいましたが、まさにそういう、ね、弱い方をどうやって守ったらいいのかという話なんですが、私はもう、基本ですね、自分の命は自分で守ると、だから高齢の方でえ自分で動ける方は、もう自分で難を避ける行動をとっていただく、じゃあ、動けない人、俺は動けんもんって。 俺はもう動けんけんじゃあ俺,俺には死ねって言うとなって言うんじゃなくてじゃあそういう方は前ももらうもちろんさらに重篤な方がねいらっしゃっても、まあ、例えば寝たきりの方とかいらっしゃったらそれはもう家族がね見守ってあげるしかない助けてあげるしかないわけですけども基本自分の命は自分で守るという。 ことを基本にしていただくということですね、えー、であの先ほど副市長からもお話あったかと思いますがハザードマップですねこれ、えー、などもありますしキキクルそれからあ、まあ、気象庁のいろんなデータもあります例えばここに持ってきましたのがハザードマップですけれども、えー、これ久留米市のハザードマップですね、えー、これ浸水害について書いております。えー これもうネットに全部載ってますので、これ見ていただいて、自分はどこに住んでるんだと確認していただいて、自分の家は何メートル水が来るんだというのを確認していただいて、家の前の道路はこれ水が来るのか来ないのか、これ全部わかります。これで見ていただいて、あ、うちは水は来ないなもちろん絶対ではありません。これはある想定をもとにあの作られたマップですから、想定以上のものが来れば、 もちろ浸かることはあるんですが一応これを目安にして自分の家が大丈夫なのかどうなのかというのを浸水害に対してあるいはこれはあれです土砂災害です、えー、黄色があ土砂災害警戒区域で赤が確か土砂災害特別警戒区域だったと思いますがちょっと字が小さくて見えませんけれどもこれも見ていただいたら自分の家がどこにあるのかどういう地域にあるのかこれ全部見ていただくことが大切ですね。 まあもっと言うと、多分ここにいらっしゃる方はみんな見てるのかもしれません、本当はここにいらっしゃらない方が見てほしいということなんですが、例えば、われわれがこれを、ですよここは久留米市のハザードマップです、これ大牟田市のハザードマップです、宮山市のハザードマップです、福岡市のハザードマップですって、全部テレビとかでやっていくわけには実はいかないんですよね、時間がどうしても足りないので。だかから何が言いたいかといたととう 自分のやっぱり命は自分で守るというさっきお話をさせていただきましたが大まかな情報はメディア等で取っていただいて細かなものはまあネットですとかそうです、ね、ネットが中心になるかと思いますあとまあデータ放送というのもあるかもしれませんが、えー、自分自身で取っていただいて大まかにはもちろん我々がお伝えしますけど一人一人のところまで届く情報というのをですね 我々はやっぱり限られた時間内で限られた画面でお伝えすることができないのでそこはもう自分で守っていただくしかないということになると思っています最後にこれ避難のきっかけなんですがこれもですね研究会で提示を受けてこれ素晴らしいデータだなと思ってここにご提示したんですがこれが2019年の災害の際に えー、避難のきっかけは何ですかというのを聞いた、えー、データですで、えー、多分全部足して100にはならないんですがちょっと波数があるんであれですけど環境の変化つまり例えば家の周りが浸水したとか川が氾濫したとか家の裏の土砂が崩れたこれで避難をしたこれは34%そして左の方情報入手テレビとかラジオで避難してください避難,避難指示が出ましたこれで避難をしたというのは35% でそれと同じ数だけほぼ同じパーセンテージ呼びかけというのがあるんですね消防とか警察の呼びかけももちろんあるでしょうで近所の人の呼びかけ家族の人の呼びかけこれ私実はこんなふうに思ったんです例えば多分皆さんの中で本当に浸水の被害に久留米の方結構多いのかもしれませんが ただやっぱりある程度限られた人ですね多分大丈夫な人もいると思います土砂災害に関してもそれに本当に合ってしまってしまうようなところにお住まいの方ってそんなに多くはないと思うそうするとまああのそういう方は難を避ける必要はないんですよねでもじゃあ自分の親とか友人とか親戚とかでそういうところに住んでる人がいたらあんたさあんたのうちあれやろってハザードマップで見たら 土砂災害警戒区域に入っとったろって大丈夫ねって避難した方がいいじゃないねって電話をしてあげたらどうかなっていうのが実は私の提案ですつまり自分の命を守ることができたら家族も含めてですが自分の大切な人の命も守ることができるかもしれない、はい、という、はい、そういう話でしたしたたかったのは、はい、ありがとうございます、えーっとね、これから まあ五十分ですねはいごめんなさえませいいですあいいですよん画面戻りますすみません画面戻りますすみませんあ行き過ぎちゃったらこれだな晩組進行だったらこれありえないねはいどうぞどうぞはいはいこれですごめんなさいはい以上ですすいませんいやこれ出さないとねと思ってすいません RKB これでもいいんだよしわかったはい じゃあアルケビに出るときはそれで行きましょう。はい、ありがとうございます。え続いてですね、あの実はね若林さん、川島さん、森さん、小島さんっていきますけど、えっ、ー、とね実はもう最後にね僕必ずコーディネートやるときに最後これ色紙使うんですよ。色紙に一言書いてくれとワンメッセージ。でこれを最後にみんなでそれぞれ今日のテーマ含めてね、えー、書いたものを。 えー、皆さんににお見せしして終わりにしたいいと思います本当はね一人一人どういう思いでこう書いたかって言ってもらおうと思ったけどそれやると10時までなっちゃうのであの、えー、とりあえず、えーとえー、ただ皆さんに見せるだけで私は気になったところをちょっと聞きますけど本当はね私のルールがあって同じ言葉を書いてたら書き直しっていうのがあるんです、ね、同じ言葉を書いてたら書き直しそれは守りましょうはい。 じゃああの発言他の方が発言されている間に書いてくださいじゃあ若林さんあの、辰山さんに同じことを聞いたことを報道の立場として何ができるかあの先ほど辰山さんが示してくださったあの円グラフの中でテレビでの呼びかけが非難のきっかけになった35%というふうに。 に書いてありましたけれどもその35%に命を込めるとして、えー、私たちが報道でできること大雨が迫っているとき避難行動につなげるために大切なことは先ほどもお伝えしましたように避難安全確保に向けて皆さんに位置についての体制になってもらうことだと思っていますそのために FBS ではテレビの生放送で大々的に大雨への警戒を促します そうすることでなんだか大変なことが起きているようだなというふうに皆さんに避難スイッチを入れてもらうことにつながると考えていますでその大々的な放送というのはできる限り大雨ピークの数時間前にスタートして今後予想される状況の変化というものを早めに伝えて避難への心の備えをしてもらいたいと思っていますでその今後予想される状況の変化ってどんなものなのか 実際に放送でお伝えしたものを使いながらちょっとご紹介したいと思います辰、えー、山さんのご発言にもありましたがこの警戒レベルの説明です、えー、呼びかけとしては警戒レベル5の緊急安全確保になるとすでに別の場所に移動できない状況と考えられます警戒レベル4避難指示までに避難を完了するようにしてくださいというように 今後起きるであろう状況を先にお伝えしてだからこの段階までにこれをしましょうということを早めに呼びかけるようにしていますで続いてはこの災害ワードが出たら要警戒避難判断をとして今後予想される山や川の状況を用語とともに早めにお,知らせしますお伝えしますで災害用語というのはどれも大切なんですが 漢字がたくさんあって何が何だかわからないということが多いんじゃないかなと思います。氾濫警戒情報、危険情報以外に氾濫注意情報もありますし、それに、えー、同じように氾濫危険水位ですとかいろんな言葉がありますよね。ただ、それが何を意味するのか情報がわからないということにならないように避難判断に直結する言葉を大雨ピークの直前に 改めて解説してこの言葉が出てきたら周辺の人は安全を確保するタイミングですよというふうにお伝えするようにしています例えば土砂災害警戒情報の場合山や,山や崖の近くに住む人は土砂災害警戒情報が出されたら雨の降り方を見ながら自らの判断で別の場所に避難するようにしてください 自治体からの避難情報が出ていなくても自ら避難判断することも大切ですという形で自分での避難判断ということも示唆しながらお伝えします一方で大きな川の近くに住む人には氾濫危険情報氾濫警戒情報こういったものが出されたら川から離れて安全な場所に避難する避難判断のタイミングです とという形でも実際にお伝えしたことがあります氾濫危険情報これはもう近くにいる人は全員避難でその前の段階の氾濫警戒情報というのはえ高齢者など、えー、避難に時間がかかる人が避難をするタイミングですでそういったことも具体的にイラストを使いまして氾濫警戒情報というものが今後出されたら高齢者などは安全な場所に避難してくださいでさらに今後 川の水位が上がると氾濫危険情報というものが出されることもありますそうなったら川の近くにいる人は全員避難をしてくださいこういった形で今後予想される状況を先にお伝えしながら説明をするようにしていますでこの中だけでも画像の中だけでも氾濫注意情報注意水位警戒情報というふうにもう6つぐらい たくさん言葉が出てきますどれも全て大切なんですが避難判断に直結するものというものをピックアップしてこれを聞いたらすぐに避難を判断してくださいという形で、えー、タイミングを分かりやすすすくお伝えするように努力していますで私たちはですねこういった画像ですとか、えー、伝え方というのをアナウンサーを中心に考えていましてで報道とも共同で、えー、一緒にどんなふうにイラストを作ろうかというのを考えて。 事前にもう何枚も何十枚もこういった画像をたくさん作っていますそして雨の状況に合わせてじゃあ今このタイミングではこの画像を使ってこれを説明しようということをやっています例えば大雨ピークの数時間前だったら明るいうちに避難しましょう 避難するときには長靴だと中に水が入ってしまって歩きにくくなるのでスニーカーを履くようにしましょうといった形で避難の際の注意点を示しながら早めの水平避難別の場所への移動を促しますただ、もう大雨のピーク雨がどんどん降っていてピークの直前だというときにはもう避難の際の注意点を言っている段階ではないので命を守る方法の呼びかけにシフトしていきます。 山の斜面から少しでも遠い場所に移動しましょうですとかもう周りが冠水してもう逃げられないという状況であればなるべく建物や部屋の中の高いところに移動して命を守る行動をとりましょうそういった形で雨の段階に応じて命を守る呼びかけというのをするようにしていますさらにもう一つ避難を自分事と,として捉えてもらうための呼びかけの秘策として 避難情報が出た自治体をすべて細かく読み上げるようにしていますこれは去年から始めました全部読み上げていると5分以上多分かかるっていると思いますけれども全部読んでいます例えば筑後地方の一部に避難指示が出されていますという呼びかけよりも久留米市に避難指示が出ていますというふうに言われた方が久留米市に住んでいる人たちはわ自分たちの地域今避難指示なんだというふうに 危険を察知していいただけるんんじゃないかなかと思うんですでさらにもっとあの時間があったりするときは久留米市何々町というところまで言えるときは言うようにしていますそういった形で、えー、皆さんに危機意識を高めてもらうように時間を捻出しながらお伝えしています。でこういった呼びかけが実際に 伝わっているのか本当に正しいやりなやり方なのかというのはもう私たちも日々試行錯誤しながらやっている状況なんですが毎年毎年こういった呼びかけの仕方も更新しながらお伝えしていますはいありがとうございます川島さんはいもうあの立山さんと若林さんにいっぱい 言っていいただいててもうまさにあのテレビができることってそういう視覚的にですねわかりやすくお伝えするどうしても防災に関わる用語って漢字ばっかりだったりあの難しい言葉だったり耳で聞いてはなんかすぐには理解できないものが多いので、まあ、そういった工夫をしてお伝えしているというところですであの先ほど表がありましたよねレベル3とかレベル4とかまあ,あの立山さんからもありましたけれども。 まあ、危険な場所にいる方はあの避難するというものですでじゃあ危険な場所っていうのはどこなのかとでそのご自身がその危険な場所にいるのかどうなのかっていうのはあその雨の降り方であったりそのどこに住んでるかによって皆さん違うと思いますで今日あのここ会場に来ていらっしゃる方多分防災 フォーラムという水害フォーラムということで非常に意識の高い方だと思っておりますけれどもそのね今日来てない方にそのそこをまず知っていただきたいということがありますそのためにはそのやっぱりハザードマップであったりそういったもので自分それぞれが置かれている環境というのをまず知っていただくということだと思います でこれから梅雨時期になるとです、ねえーまあ、ニュースいっぱい流れます、あのー、また福岡の場合でいうと大雨特別警報が5年連続出てますから、まあ、数十年に一度の災害みたいなが起こる恐れがありますみたいなフレーズが何度も出てくると思います数十年に一度の災害が何で5年連続起きるんだよみたいなことを思われる方もいるかもしれませんけれどもやっぱり危険なところはそういう災害の危機に直面している地域は必ず。 まあ必ずというかですね、えー、あるというふうに判断してそういう情報が出されているということになりますで先ほどの,あのグラフの中で避難のきっかけが環境の変化34%というのがありました、まあ、要するに川が増水しているのを見てとかですね雨が強くなったからということだと思いますけれども、まあ、なかなかその今はですねそこからすぐに事態が変わるということが非常に増えているなということを思ってます そういう意味で言うとその環境の変化を待って避難してたらちょっともう間に合わないかもしれないもうそれを避けるためにはもう先に避難するしかないんですよねでそれで、えー、もう命が助かったんであればあそれはいいことだしその逃げないという避難しないという選択っていうのは あ,ありえないんだろうなということを思っています我々も一生懸命その情報というのはお伝えしていくんですけれどもやっぱり最後行動するかどうかというのは皆さんにかかっているというふうに思っていますありがとうございます私もね実はね月2回かな番組持てるんですよ、まあ、あの九州じゃないですけど、えー、福島で生放送ですね、えー、行って まあ来週も18日出るんですよ、10分、防災やります、結構ね、タイムキーパー含めて、フロアディレクターさん、あ松尾先生、ちょっともうちょっと短めって、いろいろ言われるんですけど、今日はほとんど皆さん、時間を守ってない、報道の方々、素晴らしいですね、やっぱりフロアディレクターがシンポジウムでも必要だということが分かりました、はいあのー、それではですね、うんと、小島さん、ごめんなさいね。 最最初にに話話ををして最後に話をするもう気象台の人に、ね、これ失礼な話なんですよだから、ちょっとねあのしっかり思いを先ほどあの森さんの話の中で久留米というのは令和2年360記録で令和3年が380ミこれも記録毎年のように記録更新してるじゃないですかこれって何だろうってやっぱそういうことをちょっと含めてお話いただけませんか今後も続くのかどうか。 あはい、えー、気象台小島です、えー、とまず、まあ、あ大雨の量が増えているというお話がありましたので、えー、そういったところを少しお話ししたいと思いますが、えーとまあえー、全国のアメダス雨量とか、えー、気温とか観測しておりますけれども、えー、そういったものの観測によりますと1日の 降水量が200ミリ以上の日数、えー、これは、えー、ともう統計的な優位性を持って増えてきていますで、えーまあ、200ミリというとまあたいもう軽く警報が出るような雨ですので、えー、そういった雨の頻度が増えてきているということも、えー、とちょっと頭の隅には入れていただきたいなというふうに思います、えー、それからあの 今日は FBS の若林さんから心の備えというお話をいただいていい表現だなというふうに感心いたしましたでそういった心の備えですね、えー、そこにですねやはり我々が発表しております段階踏んで発表しております防災気象情報ですねこれをぜひ活用していただきたいというふうに思っています でえっと、それと、大雨の時今日あの、映像の中でも出てきたような、えー、線状降水帯ですね、えー、そういったものが、えー、発生すると大雨につながるというお話があったんですけれども、えー、6月1日からはです、ねえー、気象情報の中にあ、えー、と線状降水帯の発生が予測されるような、えー、状況である場合には 気象情報の中にそういったことを書き込んで皆様にお伝えするという取り組みを始め,る,始めることにしておりますですのでそういったときには通常よりも大雨になりやすい状況が生まれやすいんだなということをこれも覚えておいていただけるとありがたいと思いますでそれから、まあ、あの 基調講演の中であったんですがあの甚大な気象災害が予想されるときそういったときには河川の専門家である九州地方整備局と共同会見を開催しておりますでまた特別警報を発表する際には気象台単独でも記者会見を開いておりますでこういった会見を開くということ自体が通常とは異なる対応になりますし 危機感を伝えるメッセージになるというふうにも考えておりますで、まあ、会見ではですね気象台としてもそのどれぐらい危険な状態がいつどこで予想されるのかなぜ予想されているのかということを伝えられるように努めているところですで特にそのどれぐらい危険な状況がどこで予想されているのかということについては えー、皆さんのご判断に役立てていただけるようにキキクルですね、今あの、レーダーの画像を表示しておりますけれども、ここから、えー、地面に染み込む雨ですとか、河川に流れ込む雨ですとか、えー、それから表地表にたまる雨、こういったものをお計算、予測してキキクルという形で。えーえー 画像に表示ししたものを提供しているところです。でこれについてはスマホなどから簡単にキーキークルの4文字を検索していただければ確認することができますし入り口に置いてあったと思いますけれどもリーフレットに使い方なども解説しているところですでまずはですね一度アクセスをしていただいてみて雨の時に活用をお願いしたいということでよろしくお願いいたします はいいありがとうございますいや森さん、最後に短めに言いたいたこと、えー、あの私はあの、ま、市としてあるいはその私どもができるというよりも市民の方々へのお願いなんですけれどもあの一番最初に避難の話をしましたでその中に今あの具体的な説明しなかったんですが 避難せずにどうしてもその自宅にいて救助をお願いされる方が数百人オーダーである豪雨の時もありますそういったことが実際に発生しているということを考えたきに市民の皆様にお願いしたいのは最近の浸水状況がどうだったかということをもう一度やっぱり思い出してほしいとここ数年ですね。 それあの豪雨、浸水の程度あるいはその継続時間がどういうふうになっていくのかでそれから何に困ったか食事に困ったあるいはあのトイレが使えなくなったというような事象もあの具体的に発生しております、まあ、それ以外にもあり得ると思います、まあ、そういったところについてはこれはあのマスコミの方々に、えー、ぜひあのどういう事象がその住民として市民の方々として その想像してないような事象がどういう事象が発生したのかということを取材していただいて情報発信していただけると大変ありがたいなというふうに思いますそれからああのあの豪雨それから浸水のこの予測情報どのぐらい継続していくのかとあるいはどのぐらいの雨が降るのかということについては、えー、いろんなところで発表されていると思いますのでそういった情報を収集してそして 垂直避難にするのか水平避難の分散避難という形にするのかあるいは避難所に避難するのかというような、まあ、どういう避難の形態を取るのかということを判断していただきたいということをぜひ市民の方にお願いしていきたいというふうに思います私は以上でございます、はい、ありがとうございますじゃあ皆さん最初コーナーいきますじゃあ皆さん書いたものをとりあえず見せてください 多分ね、後ろの方、見えないと思います、あ長谷川さんの方から何を書いたか、で、一言、思い、思い、あマイクないですか、マイク、マイク、<laughs> 声がでかいもんです、すません、えー、経験則に頼りすぎずにと、えー、私は何十年も住んでるけど、大丈夫やったと言わずにということです、中島さん、はい、新しいものを恐れないと書きました。 あのマモル君もそうですしキキクルもそうですし私たちがあらゆる手段であのテレビ局でも SNS を使って発信したりしているのでそれらについて恐れずに一度触れてみてほしいなと思って書きましたはいいありがとうございます若林さん一度出てきた言葉はだめと言われたんですがもう私は今日これにつきます皆さんが心を備えてその時が来たらよーいドンと避難するその心を備えてよーいドンと書かせていただきました じゃあ FBS はよ意どんですね、手島局長、分かりましたか、はい、次、川島さん、はい、ひ、えと、ー、ではないということですねあの、避難するのは皆さん自身ですということです、はい、薄井さん、私は冒頭と同じ言葉です、まさかは隣にある、気象をめぐる状況が変わりました、時代が曲がったということだと思ってます、はい。立山さん、はいえー、私はは本当自自分自身で 命を守ると書きたかったんですが、えー、それも含めてですが避難とは難を避けることつまり難を避ければどういうことでもいいんですホテルに行っても旅行に行っても難を避けて命を守ってください以上ですはいありがとうございます森さん、えー、避難にはまあいろんなその避難の仕方があると思いますので 私は適切な避難の判断と実行をということでございます。はい、ありがとうございます。安武さん。はい、えー、っと意識と知識についてはここにいるパネラーの皆さんが一生懸命伝えようとしていることをご理解いただけたと思います。最後の最後避難しようとする行動は皆さんの意志になります。そのトリガーが何か家族の言葉なのか何か。 その辺を皆さんご自身で考えていただければというふうに思いいますはい、吉田さん、えー、私は受け手に届いているかとあの常に自問,、えー、自問自答しながら、えー、自治体の皆様、マスコミの皆様、まあ、直接住民の皆様にちゃんと届いているのか、えー、手段、内容意識高めていただけることを含めて考えていきたいという趣旨でございます、はいえー、小島さん。<laughs> はい、えー、気象台としてはやはり気象情報の活用をお願いしたいということにつきます、えー、普段から、えー、使っていただくことでいざという時に役に立つと思います聞きくもよろししお願いいたします、はい、ありがとうございます最後に私、は<わ>いいですか、今日まさにこれ、客席側は、まあ、市民、県民じゃないですか皆さんとのやっぱり連携の輪。 これがやっぱり防災、減災につながると私は思っています。で、えー、皆さん一言ずつあゃあ、ありがとうございました、あの <laughs> 1人ずつメッセージをいただいて、えー、このシンポジウム、パネル討論をですね終わりにしたいと思います、えー、まあ進行の不手際もあり、えー、非常に時間がですね、15分強をしてしまいましたけど、誠に申し訳ないです。 だけど最初に言った質問コーナーは設けます。できればね、今日報道の皆さんに質問するというのはあまりないでしょうから、まあお二人ぐらいかな。あの、まあ質問はあの制約しませんけど、えー、ご質問のある方は挙手でお願いします。うん？いらっしゃらない。せっかくだから久留米市民の方いらっしゃいません？うん？大丈夫ですか？あれー。 森さん久留米の方とおとなしいえ,えどこどこどこ,どこああどうぞどうぞちょっとねマイクを持っていきますからねすいませんお名前と、はい、お名前と誰にかあの、まあえー、ご質問の内容を含めてはい、はい、あの東峰村の花見と申しますあのいつもお世話になっておりました <laughs> あの気象台の小島さんにお伺いしたいんですけれどもあの先ほどですね線状降水帯 これが発生する予測を6月1日からあの出されるということなんですけど昨日、実際筑後地,地域はあの自治体あの、消防関係に、えー、この話があっておりますでその中で、えー、どうしてもこの線状降水帯が発生する部分が11ブロック全国で11ブロックぐらい分かれて出されるということは聞いてたんですけれども要するに九州だけで考えたときに えーまあ、2つになるんでしょうけどそれをどのように発表されるのか、えーまあ、一緒になったら九州地区は全部発生のか可能性がありますよとだけ言われるものかそれとも北九州地方といいますか北部九州はこのような時期に出る可能性がありますよというその用法の仕方ですねそれと伝達の仕方を教えていただきたいと思います。えー あはい、えー、気象台です、えー、と月日から今年の6月1日からその線状降水帯の発生が予測される場合には、えー、情報でお伝えするというお話をさせていただきましたけれども、えー、とそれは、えー、と大雨に関する地方気象情報という気象情報の中に、えー、文章としてその内容を書き込んで、えー、お伝えすると。 <coughs> いう予定を立てていますでえっ、ー、とまあ現状の,その気象の予測技術ですとその細かいところまでその発生の予測をするということは非常に困難で、えー、難しいものですから今できることとはいえその先送りにはできない喫緊の課題であるということで今できることとして その1日前ないし半日前に発表する気象情報の中で九州北部地方とか九州南部地方では例えば明日の大雨,雨の中でその線状降水帯が発生する可能性があるというような文言を書かせていただくという予定になっています。すいませんあの 色の表示とかそういうのはないということですかね。あ、そうですね。はい、あの文章でお伝えするということです。はい、ありがとうございます。おめでたいそれに関連してちょっと一つあの森さんにお尋ねしたいんですけれども、いいですか。いいですよ。すみません、んいいね、あのその線上降水帯の情報が九州北部に出されますよとなったときに、はい、自治体としては何か予定はありますでしょうか。こういうふうに何かを非難避難と言いますか。 あの市民に呼びかけることって何か想定されていますかあの、まあ、現在のところそういう予定は特に立てておりませんけれどもやはりその線状降水帯ができた後どういう雨の降り方をするかで、えー、あとは、まあ、今,今の,その基準としましてはあの筑後川の水位それから筑後川に流れ込む河川の水位、うん えー、現実際に久留米の場合はあ内水氾濫があ発生してるわけですね内水氾濫が発生して、えー、避,難避,避難指示を出しているという状況ですからその地区はの水位が上がって中小河川の水位も上がってくると内水氾濫が起こってくるというのがあ,ある程度その予想できる段階になれば出すという形にはなると思います。とというここはは半日前ででままだそこまで何かを 伝えるととといいいうう形でではないということですねあのどういうふうにしていくのかは検討はしたいと思いますけれども、私自身としては、ですねやはりあの今後、例えばその24時間以内にこういうふうになるとかいうような情報が出れば、それは非常にありがたいというふうに思います、行政サイドとしては。じゃあ、そ,れその情報をもとにして何かそのできるかやるかという話になってくると。 それはまだあのこれ今後検討していかなければいけないとといいいうふううふに思まますす、はい、ありがとうございますあの県の立場からいたしますとやはり避難だとかっていう具体的な行動に移す市町村のレベルですとやはりちょっとまだ情報としてはほわほッとした情報でしかないのかなと思います。他方であの警戒をすると行政組織として警戒の度を高めるだとか情報収集の体制を取りとかという反映は十分に考えられると思っています、あ。 今、具体的に決めたものはないんですけれども、これからそういったことについては考えていくことになるんじゃないかなとは思っておりますよろしいですか、多分ね、半分の皆さんは今、どんな話してるのっていう状態ですね、多分え線状降水帯がその半日前に出てくる、えそもそも線状降水帯、いいですか、えー、九州北部豪雨、朝倉降った雨、あれは積乱雲がどんどん,どんどん発達しながら大雨が短時間の間で数百ミリ降ったんですよね。 あの熊川の水害もそうですあれは線状降水帯東シナ海からどん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 ん雲が来て積乱雲があの地形ぶつかって内陸ぶつかって山にぶつかってどん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 発生してそこに集中的に雨が降るあれで500ミリ、600ミリ降ったんですよだからあ,れああいうことが起こったんですだから線状降水帯というのは非常に危機感を含めてですね知っておくべき情報なんですよでこれを気象庁は今年の6月から半日前 コンピュータータで計算しして半日前に発表しますとで今聞かれたのはどういうエリアで発表するんですか久留米市という情報の出し方はしないんですよ今まで去年までやってた線状降水帯は実測なので実際に観測されたここで降ってますと言えるんですけど。 予測情報に関していうとどこで起こるか分からないからある程度広いエリアで言う広いエリアで言われた時に久留米の皆さんがそれに対してどう行動するかとても難しいですこれは森市長が言うあ副市長が言うようにその情報をどう受け取ってどう市民の方々に伝えるかというのは考えなきゃいけないそういう話を今してました、はいえー、翻訳してご説明しました <laughs> そこまでやらないとダメなんですよ いいいですか、はい、いやありがとうございましたちょっと非常に、ね、ごめんなさいね、二十何分しちゃいましたけれども、これであのパネル討論、終わりにしたいと思います、えー、長時間、本当にありがとうございました、えー、じゃあ皆さん、お互い拍手して終わりにしましょうパネリストの皆様、そして松尾先生、ありがとうございました、もう一度盛大な拍手をお送りください、ありがとうございました。 皆様あのご講談をお願いいたします。 お聞きいただきまして皆さんもお感じになられたかと思いますが行政そして報道機関ともに知恵を絞りながら工夫を凝らしながら何とか減災につなげたいという思いで一生懸命頑張っておりますぜひ今日あのお聞きになったことで心に残っていることは皆様の大事なご家族ですとかご友人の方にもシェアしていただければと思いますまたあの弊社 KBC でも先ほど森市長森副市長の方からお話がありましたようにデータ放送を利用して D ボタンを利用して 単広報というのを車で行っております。ぜひあのテレビの D ボタンを活用していただけた、えー、いただければと思っております。それでは最後に主催者を代表いたしまして九州災害情報研究会幹事を務めております FBS 福岡放送田中俊則より閉会のご挨拶です。 主催者を代表しまして一言ご挨拶をさせていただきます、えー、予定の時間よりをしておりますが最後までお付き合いいただきましてありがとうございますあのー、私どもの会あの途中説明もありましたが2015年にスタートしまして当初20名弱でスタートした勉強会でしたで、えー、今日のテーマでもあります九州北部豪雨この時 TNC の川島さんもおっしゃっておられましたが私も当日デスクでしたがああもう全然できなかったなともっとできたんじゃないかなもっと多くの命が救えたんじゃないかなというのを今でもあの正直引きずっております、まあ、そういう中で、えー、何をすればいいのかということを考えてきた会でありますでもともとうちうちの会ではありますがこれをぜひ大きく広げていきたいということで仲間を増やしてきた この間でしたで今日集まっていただいてパネリストをしていただいた皆さんあの日頃は、まあ、報道機関で言いますと夕方の番組を中心に視聴率で、えー、競争し合っているライバルでして決して仲良しクラブではありません特にこちら側の防災機関の方とはどちらかと言いますとけんけんがくがく日々やっておるところであります、えー、しかしながら、えー、この会を通じて あの今大きく実りとして感じていますのはお互いが何を課題として持っているのかというのが少しずつお互いで分かってくるようになってきたことです今日多くの,あの市民の方それからいろいろなお立場の方ご参加いただきましたあの今私どもが一番抱えている課題はいろいろ今日パネリストの説明もありましたように いろいろ情報を工夫してあるいは翻訳して読み替えて分かりやすく伝えようとしておりますがなかなか皆さんの避難行動に結びついていないのではないかという課題を感じておりますそしてそれには何の課題があるのかというのがまだ我々十分つかめていないところがあります今日ご参加いただいた皆さんこの後大雨のシーズンを迎えますと各社それぞれに工夫した報道をしていくと思いますまた 気象台さんや、えー、国土交通省さん、それぞれさまざまな形で情報、自治体の防災もそうですが、情報を出していかれると思います、ぜひお気づきになったことを、それぞれ各団体、各社、あの情報を、市民からの声を受け付ける窓口があると思いますので、今日の放送、ここが分かりにくかった、ここが良かった、良かったことも悪かったことも含めて、ぜひお寄せください。 そうした皆さんの声を我々反映して、より良い,い災害情報、災害報道の実現につなげていけたらと思っております。あの、私どもの活動の目標は、災害から命を守るということです。ぜひ皆さんのご協力のもと、あの命を守るあの取り組みを続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。 閉会のご挨拶でしたそれではこれをもちまして災害から命を守る福岡共同キャンペーン水害フォーラム in クルメを終了させていただきます本日は長時間にわたり最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました